まだ早いし、どこか行こうか。困りごとなら。ああ、龍女様のことで兄ちゃんを探してたんだ。ほら、兄ちゃんは腕が立つだけでなく、龍女様を助けた件で彼女に深く信頼されているだろう。魔音の実から彼女を守ったじゃないか。それは生死を共にした仲ということだ。お前が会いに行けば彼女も一目散に逃げ出したりはしないだろう。実は寿命族の龍女である白露様がまた探偵師から逃げ出したんだよ。ああ、ちなみにまたっていうのは、この龍女様がおてんばで、彼女が逃げ出すことは地甲子では日常茶飯事だからだ。お前、泉州に来るのは今回が初めてか？最初から説明するのは骨が折れるが、仕方ない。寿命族は泉州同盟を作った三大種族の一つなんだ。彼らの体には俺たち泉州人とは違う血が流れている。寿命は生まれつきある種の生命力を持っていて、不朽からの贈り物だとか言われているんだ。他のことについては今日の話とは関係ないからいいだろう。龍女は役職とは違う。多くの人が彼女を呼ぶときに使う愛称みたいなものだ。寿命族には龍尊っていう代々受け継がれてきた称号がある。要するに一族の王様みたいなものだ。ただその称号は龍宗を持ち、龍神を伝承する者しか受け継ぐことができない。白露様こそラフ寿命族の未来の龍尊だ。噂によれば白露様は患者に触れたり涙を流したりするだけで傷を癒すことができるらしい。そんな力を持っていても、さらなる医術を学ぶために探偵師に入ったことから、みんな彼女を寛薬の龍女と呼んでいる。
いや、別に閉じ込めているわけじゃない。ただ、寿命族の慣習は先週人のそれと少し異なっている。白露様は才能に恵まれているだけでなく、寿命族を継ぐものだから、一族が彼女の行動に目を光らせるのも無理はない。それに白露様のおてんば加減は尋常じゃなくて、いつも隙を狙っては住居から抜け出してしまうんだ。これまでに龍女様が抜け出した時は、俺たち地公子が後を追って彼女を探偵使に送り返していた。だが今回は状況が違う。性格による災いのせいで、いつまで経っても人手不足の問題が解消されない。それに龍女様を捕まえたとしても、しばらくは送り返すことができないんだ。お前が知っているかどうかはわからないが、何者かの手によって探偵使に関わる複数の同店が閉鎖されてしまった。今はあそこに入れるやつも出られるやつもいない。音信不通ってやつだな。どうにも陰謀の匂いがする。それは俺も気になるところだが、おそらく同店が閉鎖される前に抜け出したんだろう。もしかしたら彼女なら探偵使で何が起きたか知っているかもしれない。それは他の同店の遺憾に駐在している医師たちだろう。彼らにも事情を聞いてみたが、何も知らないようだった。お前に頼みたいことは二つある。一つ目は龍女様を見つけること。彼女を見つけたら、探偵使の同店の閉鎖が解かれるまで面倒を見て、どこにも行かせないようにしてほしい。二つ目は少し理解しにくいかもしれないが、もう彼女に魔音の実の治療をさせないでほしいんだ。人手が足りないんだよ。龍女様は悪知恵が働くから、おとなしく地公子の看過にいるように言っても、俺たちの目を盗んで抜け出そうとするに決まってる。何しろ以前もそうだったからな。抜け出すこと自体は罪に問われるものじゃないし、彼女みたいな身分の方を俺たちが牢に閉じ込めるわけにもいかないだろ。だからお前に頼むしかないんだ。魔音の実は病気じゃないんだ。たとえ寛薬の龍女であっても、その進行を遅らせることくらいしかできない。お前たち短命種だって老衰を病気だとは捉えないだろ。それと同じことさ。老衰は遅らせることはできても、いつかは必ず訪れる。先週人にとってそれが魔音の実だ。ただそれは死よりも恐ろしい。魔音の実は先週人の血に流れる避けられない呪いなんだ。先週には昔から魔音の実に対応するための手段がある。誰かが魔音の実に落ちると、獣王子の名鎖や半眼たちが迎えに来る。要するにこれは探偵使が口を出すことじゃないんだ。それに魔音の実は確かに恐ろしいものだが、制御さえできれば害にはならない。この凋落天には地公子と運気軍がいる。予想外の出来事にも問題なく対応できるだろう。龍女様が魔音の実の発作を抑えると、獣王子が該当者を見逃してしまう可能性がある。龍女様に治療を続けさせることは、魔音の実が町にあふれ恐慌を引き起こす未来を黙認することに他ならない。予想外の危機が訪れた今、魔音の実への対処も子供の遊びで済ませてはならない。もっと慎重に対応するべきなんだ。お前は軽元将軍と不元様の貴賓だ。地公子も当然お前に熱い信頼を寄せている。こう言っては失礼かもしれないが、今の探偵使は疑わしい。龍女様を連れ戻そうとする人物に出会ったら注意した方がいい。
いい返事だ。白狼様、私の言うことを聞いてくださいと言いましたよね。あなた様が力を使うと注目を浴びてしまうでしょう。私たちには他にやるべきことがあるのですよ。わしは患者を治療しておっただけじゃ。それにさっきは主もいなくて。そういえばどこに行っておったのじゃ。私の体の事情は白狼様が最も詳しいでしょう。広場に獣王子の人間がいたら私は。獣王子？あなた獣王子の名詞ではない。人を驚かせないでください。今回わしが探偵使を抜け出し離れたのは正式に認められた外出問診のためじゃ。別に勝手に出てきたわけではない。この医者の小娘が証言してくれる。白狼様、落ち着いてよく見てください。彼は探偵師の人間ではありませんよ。わしを驚かすでない。ん？待て、主には会ったことがあるぞ。さっきの広場でわしが魔音の実に囲まれていた時、主が奴らを倒してくれたじゃろ。覚えておるぞ。ちょうどいいところに来てくれた。ハンカよ、主はこれからどうやって行けばいいかわからぬと言っておったな。このコアッパは体が丈夫で武芸にも優れておる。必ず助けになってくれるぞ。いいえ、白狼様、私は彼を信用できません。お帰りください。白狼様のお世話係は私だけで十分。あなたが気にかける必要はありません。二人とも喧嘩をするでない。あそこに探偵師の者がおる。まずはわしらが隠れるのを手伝え。話は後じゃ。早くして、待ってる間に眠くなっちゃう。掃除から精査の白狼様、こちらへ。うむ、主、話なら後でしてやるから、早くあやつを追い払ってくれ。頼んだぞ。とにかくまずは話を聞いてみて、それからどうするか決めよう。鬼だの何だの。そこの方、少しよろしいですか。お聞きしたいことがあるのですが。そうせかさないでください。僕だって焦っているんですから。まずは質問を最後まで聞いてもらえませんか。探偵師の服を着たあなたと同じくらいの身長の女性が
渡し場の方に向かったはずなのですが、見ていませんか？僕は彼女の同僚なのですが、どうにも避けられているようで。そうでしたか。ありがとうございます。渡し場の方で探してみます。そっちに僕が探している人はいない？随分と確信を込めた口ぶりですね。では逆に聞きますが、あなたは何者ですか？任せろ。本質は同じで、炎の槍を断ち切れ。生と死、君らに選ぶ余地はない。この探偵師の意思は何かおかしい。もう少し詳しく、何か重要な手がかりを見過ごしている気がする。もう少し入念に調べてみよう。服装を見る限り、この人は探偵師の医師みたいだけど、もしかしたらこの人が大郷の言っていた疑わしい人かもしれない。持っていこう。持っていこう。いや、やっぱりやめておこう。見る限り、この人は探偵師の医師みたいだけど、もしかしたらこの人が大郷の言っていた疑わしい人かもしれない。服装を見る限り、もしかしたら、持っていこう。持っていこう。いや、やっぱりやめておこう。早くして。ここには誰もおらんぞ。ヌッシが戻ってきたということは、もう安全ということか？うん、今そっちに行く。それでどうじゃった？どうせあやつはわしを探偵師に連れ戻そうとしておったんじゃろ。とっくに察しはついておるぞ。ほれハンカ、
コアッパは信用できると思わんか？彼は確かに私たちを助けてくれました。しかし事態が複雑になるのは避けたいので、すみませんが、やはり私たちのことは放っておいてください。はあ？ハンカを探してどうする？きっとあやつはわしを捕まえに来たんじゃ。探偵士の医師が探していた相手がハンカだと示せる証拠はどれだ？ちょっと待った。もう少し探してみる。これが証拠だ。この手紙は。待て、主、薬王秘伝の名は聞いたことがあるぞ。確か魔音の実と儒家の王を崇拝する熱狂的信者じゃったか。じゃが、ハンカは違う。彼女は、わしに魔音の実を治してくれとまで言ってきた。白露様、そのことは絶対に他の人には話さないと、二人で決めたではありませんか。魔音の実の治療か。怪しいな。彼女が、薬王秘伝だと示す証拠はないのか。ちょっと待った。もう少し探してみる。これは薬王秘伝から手に入れた処方箋だ。白露、見てみてくれ。この処方箋の筆跡、主がくれた紙に書かれていた字と全く同じ。じゃあ、主は本当に薬王秘伝のものなのか。ハンカの嘘つき、この大嘘つきめ。ごめんなさい、白露様。確かに私は薬王秘伝のもの。そしてあの探偵士の意志もきっと私を捕らえるために使わされたのでしょう。ですが私は決して白露様を傷つけようとしたわけではありません。むしろ白露様を連れ出して安全を確保しようと。同店を出る前に白露様と取引をしたのです。このことだけは絶対にやり遂げなければ。お願いですから、彼女を連れて行かないでください。先に白露の話を聞いてみよう。レンジフードの掃除から精査の修理まで。人の傷や病は治せても悪しき心は治せぬ。本当に探偵師から逃げ出す手助けをしてくれる者が現れたと思ったのに。もうよい。イライラすると背が伸びなくなる。もうハンカのことで怒るのはやめじゃ。わしも話に聞いたことがあるだけじゃ。探偵士の官医大にある書物を読んでいなければこの泉州で薬王秘伝という言葉を知らなくとも無理はない。昔、どれくらい昔じゃったか。とにかく長命主にとっても随分と前の話じゃが、泉州は儒家の王を信仰する組織を根こそぎ排除したことがある。なぜかというと、薬王秘伝の連中の気が狂ったからじゃ。奴らは本当の意味で頭が壊れてしまった。先週人は魔音の実になる宿命から解放され、再び工場なる弱滅に戻ることを望んでおった。しかし薬王秘伝は
魔音の実は祝福であると、平凡な命からの進化だと考えたのじゃ。聞こえはいいが、つまりは自分が理性のない化け物になることを許容するということじゃろ。そこで運気軍と獣王氏が手を組み、奴らを一掃した。じゃが、鳴りを潜めることと伝承が絶たれることは別の話。病と同じように、症状が顕著に現れないものこそ本当に厄介なのじゃ。あやつらは消えていないどころか、水面下で密かに勢力を広げておったらしい。その質問を先週人は何千回も自分自身に問いかけておる。数えきれないほど多くの医術に通じる者たちがその呪いを解くために研究に没頭してきた。残念なことに、いくつかのもっともらしい答えを除いて誰も結論には至っておらぬがの。儒家の王がもたらしたものは波の生命を持つものでは見抜けぬとしか言いようがない。魔音の実に落ちた先週人はすぐに獣王氏の名鎖や判官に連行される。わしは彼らが旅立つ前にその痛みを少しでも和らげてやれたら尊厳を持って行くことができるのではないかと考えただけじゃ。ただ思考士の者が言ったことも間違いではない。そんなことわしにわかるわけがないじゃろう。奴らの顔に我こそが薬王秘伝なりと書いてあるわけでもあるまいし。時代を超える勝負は知能を鍛えてくれる。レンジフードの掃除から精査の修理まで。申し訳ありません。白露様に真実を打ち明けることができませんでした。ですが私にはやむを得ない事情があって。私は龍女様に恋人の救済を頼みました。ですから交換条件として彼女を連れて探偵師から逃げるとの約束を。寿命族の掟に反することをした以上、探偵師は必ず私に罰を下すでしょう。ですがそんなことを気にしている場合ではありません。あの人が死ぬところを黙って見ているなんて私にはできない。ですから私に残された時間は多くありませんが、構いません、聞いてください。逃げてしまえば大丈夫だと思っていたんです。まさか追っ手が来るとは。薬王秘伝に加入したこと、そこで経験したことをどうしても彼女には打ち明けられなかったのです。主はわしによくしてくれたが、隠し事をするべきではなかった。大人が何を隠したか、それを当てなければならぬ状況は大嫌いなのじゃ。頭が痛くなる。彼の名前は良木。薬を求めて泉州にやってきた短命種です。以前の私は短命種のような儚い命がもがき苦しむ必要などあるのかと疑問に思っていました。ですが病の苦しみに耐えながら治療を受ける彼の姿を見て、私の胸はぎゅっと締め付けられたのです。あの感覚は甘く、そして苦しかった。生まれて初めての経験でした。まさか自分が短命種を愛してしまうなんて。そこで私は白露様の存在を思い出したのです。普通の人間の病であれば龍女の涙で治療することができる。しかし白露様が自ら行う問診はすでに30年先まで埋まっていました。ですからこのような方法を取るしかなかったのです。白露様、お許しください。
私にはすでに魔音の実の兆候が現れています。薬王秘伝は魔音の実を当然とみなしていて、常に奇怪な薬で発症を促進させているのです。私も例外ではありません。しかし両目に出会ってから、私は当選を恐ろしいことだと考えるようになりました。不老長生になったとしても、彼がわからない、彼を思い出せない、あるいは彼の知らない姿になってしまったらと。ですから私は薬の服用をやめて逃げ出したのです。道中は龍女様の助けもあって、無事にここまで来ることができました。確かに隠し事はしておったが、こやつの恋人を助けると約束したからの。長年診察を続けてきたが、人が苦しむ姿を見るのは未だになれん。ヤクロ様。ハンカ、これからどうしたいか言ってみろ。私は薬王秘伝や獣王子の人間に捕まりたくありません。誰にも見つからずに竜雲渡しまで行く方法を探さなければ。早くして、待ってる間に眠くなっちゃいそう。地甲子の高台だ。急ぎの用があるなら漢画の中に。まさか漢役の龍女様。正式な手続きが必要なことなら漢画の中に入ってくれ。大吾や松園がいるはずだ。俺は末端の役人、龍女様に関することでは役に立てそうにない。おい、もっと声を落としてくれ。誤解しているようだが、俺じゃなくて友人の船だ。分かったか？俺の友人なら精査の通行許可証を持っているから、すぐにここを離れることができる。俺じゃない、決して俺じゃないからな。はいはい、もう分かりました。それで乗せてくれるんですか？くれないんですか？もちろん乗ってくれて構わない。ただ大きな声は出さないようにしてくれ。金さえもらえれば俺が送って、俺の友人が送ってくれるから心配はいらない。それで今すぐ出発するか？兆候が顕著になってきた。氷炭の中に安心薬がある。出発する前に少し飲んでおけ。ありがとうございます、リュクロ様。ですがこれ以上時間を無駄にするわけにはいきません。私が竜雲渡しに隠れているよう言ったのです。薬王秘伝に見つからないようにするためには、彼を竜雲渡しのコンテナの中に隠れさせるしかなくて、私が両目に不老長生の薬を届けると約束したからです。彼には私と同じ先週人になってもらわなければなりません。主はそれが先週の法における重罪重条のうちの一条であることを知らぬのか？いいえ、知っています。ただ当時の私は
探偵誌に古の飛躍を再現している人がいるということ以外、薬王秘伝の内情については何も知りませんでした。しかし私は間違っていた。あれは調整の祝福などではありません。それどころか切烈な模倣とすら言えるものでは。人は化け物に変えられた、違うか？あの狂人たちは短命種を薬の材料、消耗する実験体としか見ていません。私に残された時間は多くない。最後の薬しか道は残されていなかったのです。ええ、そうです。ピアクロ様、私たちの取引は覚えていますよね？主はわしが探偵師から逃げるのを手伝い、わしは主の恋人を助ける、じゃろ？ありがとうございます、ピアクロ様。私と両目が約束した場所はあちらです。行きましょう。ダメ、彼を忘れてはいけない。あそこに行かないと。まずい、上ごとを言い始めた。もう安心薬が効く状態ではない。放電せねばならん。ここで落ち合うと約束したのに。頭が痛い。どうして？主、早く手を貸せ。繁華は休ませて、わしらで何とかせねば。動くでない、繁華。でも彼が、彼がいません。彼を探さないと。医者の言うことを聞け。主、何か手がかりがないか、付近を探してきてもらえぬか。繁華の恋人が理由もなく約束をたがえるとは思え。病人の看病は任せておけ。なんといってもわしは探偵師の寛薬の流女じゃからな。このエリアを中心に手がかりが残されていないか探してみよう。薬王秘伝の手下に追われて場所を移すしかなかったようだ。あの二人に教えよう。どうじゃ、何か見つかったか？ここはもう薬王秘伝に目をつけられていたのですか？彼が無事でよかった。私たちも進みましょう。ならん。今の自分の状況が分かっておらぬのか。安心しろ、わしが両目を見つけて直してやる。おい、主は繁華を星座界の遺憾まで送ってやってくれ。いいえ、自分の状況を理解しているからこそ私は考えを変えたのです。最後に一目でいいから彼に会いたい。手を貸してくれますよね？あなたにも頼みたいことがあるんです。あなたは魔音の身がいかに危険か知っている。その時が来たらどうか
竜女様を守ってあげてください。その言葉を聞いて安心しました。さっき気づいたのじゃが、この辺りには薬王秘伝の手下どもがうようよしておる。私のような裏切り者が出たのですから、彼らもじっとしているわけにはいかないのでしょう。もしどうにもならなくなったら私を引き渡してください。裏切り者の処理にこれだけの人数が必要なのか。